トリリオンゲーム第3話、春、目黒蓮、新宿歌舞伎町のホストクラブへ初日からトラブルに人気グループ、スノーマンの目黒蓮さん主演で俳優の佐野優斗さんも出演するドラマ、トリリオンゲーム、TBS 系、金曜午後10時、第3話が7月28日に放送される。蜜園社長、よきみこさんの条件、花を1ヶ月で2000万売り上げを達成するため、春、目黒さん、戸隠、佐野さんは新宿歌舞伎町のホストクラブへ。フラワーギフトの最大市場でホストになって、体制の客に AI ショップ、寄り抜きを利用してもらう作戦だが、額の気真面目な性格があだとなり、初日からトラブルに発展、春たちの目的が別の金儲けと知ったナンバーワンホストのヒロと、黒羽マリオさんに、追放を命じられる。ナンバーワンホストが店のルールを決めると聞いた春は、自分が今月の売上トップになる、と豪語する。客のふりをして、寄り抜きの AI 機能に真っ黒の花が欲しい、と相談した蜜園。その無茶な注文に凛々、福本莉子さんは、原作は稲垣理一郎さん作、池上良一さんがの同名漫画、小学館。目黒さん演じる、世界一のわがまま男、野春と、佐野さん演じる、気弱なパソコンオタク、野岳という正反対の大学生二人がゼロから起業し、型破りな方法で1兆ドルを稼いで世のすべてを手に入れようと成り上がる物語。